新井博文は韓国籍の元俳優であり、当時の活動名である。1979年、青森県弘前市に生まれる。在日朝鮮人3世だったが、2005年に朝鮮籍から韓国籍に変更した。小学4年生の時から卓球を始め、高校時代は全国大会にも出場した。青森県立弘前実業高等学校卒業後の、 進路として日本映画学校への進学を希望していたが遅刻が多かったので推薦できないと教師に言われたため断念した。漠然と有名になりたいという思いで19歳の時に上京。上町の屋台でアと源次郎と知り合い、オークス道世の付き人となる。2001年映画5でデビュー。2002年 映画、青い春で映画初主演で、情緒障害高校生の青木を演じる。同作の演技で、高崎映画祭最優秀新人男優賞を受賞した。2005年に映画、ゲルマニウムの夜で単独初主演を果たす。同作で、初の濡れ場を演じている。2011年、ロシアドイツ合作映画、ヤクザガールで、日本国外の映画に初出演した。 全国上映する前に、第3回した町コメディ映画サイン対等で日本初、公開。2012年、NHK ドラマ、開拓者たちで、開拓移民の男性を講演し、一般に認知される。同年、北野武監督映画の、アウトレージビヨンドに出演し、第22回東京スポーツ映画大賞団優勝、受賞。2013年、ザ・シャンプーハットの、 カツラギの事件で舞台初出演。コア表で目が鋭い風貌から、デビュー以来犯罪者や不良役を多く演じてきたが、一般層にも認知された2010年代半ばには、刑事役、教師役、エンジニア役まで幅広く演じている。特捜警察ジャンポリス2016年2月26日での放送では、週刊少年ジャンプのファンといい、同放送会では、 ブラッククローバーの作者、デンバクユウキにインタビューを行い、その後、ブラッククローバーでは荒井をモチーフにしたキャラクターライアが登場している。なお、テレビアニメでは彼自身がライアの声優を務めている。この他のジャンプ作品の実写化作品にも出演しており、同年映画、バクマン。2016年に、HK 変態仮面アブノーマルクライシス。2017年に、 映画、銀玉と、サエキクソウのプサイナンに出演している。2015年には、テレビドラマ、ドコンジョガイルに、ゴリライモ役で出演。劇中で歌った、ゴリラパンの歌が反響を受け、視聴者プレゼントとして、シングル CD 化された。警視庁は2019年2月1日、2018年7月1日に、自宅で、紙パンツ1枚の状態で、オイルマッサージを受けていた際、 手術していた派遣マッサージ店の女性従業員へ暴行を働いたとして、新井を強制性交の容疑で逮捕した。これを受けて、所属事務所のあのれは2月5日付で新井との契約を解除した。これにより新井は芸能界から事実上の引退となった。2月21日、東京地方検察庁により強制性交罪で起訴される。25日、弁護人が 東京地裁に保釈を請求。27日、東京地裁が保釈を認める決定をし、荒井側は保釈保証金500万円を納付した。東京地検がこれに対し決定を不服として、準広告したものの、東京地裁が帰却し、改めて保釈を認める決定を行ったため、同日夜、拘留されていた警視庁本部から釈放された。荒井は、 逮捕前までの出演作が130本近くあるなど、多岐にわたり活躍していたことから逮捕の影響は、広範囲に及び、NHK 笑いが出演していた、サナダマル、トットテレビなどの配信を停止。BS 富士で不定期に放送されているレギュラー番組、美しき酒飲みたちが2018年10月21日の放送を最後に事実上の打ち切り、ワウワウも、一人静かなどで、 同様の措置を取った。また2019年6月に公開される予定だった映画台風家族について配給元のキノフィルムズは公開延期を発表。同じく2019年公開予定だった映画全悪のクズについては配給元の日活が2月8日に公式サイト上で公開中止を正式に発表した。またゲスト出演していた2018年のテレビドラマ 今日から俺は、第9話では、矢部京介を代役として取り直し、DVD 版及びフール配信版において映像が差し替えられることが発表された。テレビアニメ、ブラッククローバーでは、荒井自身がモデルのキャラクターライア役を演じていたが、第87話以降は森田誠一に変更されている。9月2日、東京地方裁判所で初公判が行われ、 罪状認否に先立ち女性従業員への謝罪の言葉を述べた。基礎内容について、荒井は成功行為自体があったことは認めており、その際に一強制成功等罪の成立要件とされる、相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行はなかった。に相手方の合意があるものだと誤信していたため、犯罪の成立要件である。 故意はなかったとして2点を争点として争った。なお、この荒井側の認否の報道で成功の事実を公判定では合意があると誤信していたと供述している事実について、これを誤報し、あたかも同意があった旨の供述を荒井がしたかのように示唆する歪曲報道がマスコミ各社から報じられており、こうした印象操作による公正な裁判への実害を懸念して、 担当の弁護士は、この報道の訂正を求めている。10月23日の後半で検察側は、懲役5年を求刑。荒井は無罪を主張して決心した。12月2日、東京地方裁判所は、求刑通り、懲役5年の実刑判決を言い渡した。荒井被告側は、判決を不服として、即日控訴し、保証金750万円で再保釈が認められた。 2020年10月12日、東京高等裁判所で控訴審初公判が開かれる。弁護側は、罪の成立を認めた一審判決には事実5人が、あるとして、改めて無罪を主張。また、新井と被害女性との間で和解が成立したことを明らかにした。検察側は控訴企画を求め、即日決心した。11月17日、判決公判が開かれ。 懲役5年とした一審判決を破棄し、懲役4年の実刑とする判決が言い渡された。検察、弁護側双方が期限の12月1日までに上告しなかったため、12月2日付で二審判決が確定した。ツイッターやインタビューなどでの一人称は、うち。コアを持てない明治であるがトークは自然体で、かつ非常にファンサービスを大切にしており、 SNS 上でファンと気さくに交流し、ファンが地方での舞台挨拶を希望すると自ら映画会社に伝えたり、DVD 購入者に荒井自身が焼肉を奢る企画をするなどのエピソードがある。ありがとうございます。